トラベル英会話エアポート編です、はい、今回の流れについてご説明いたします。でまずはフレーズのご紹介、そして場面での英語表現、そこから掘り下げて TOEIC での使われ方、そして最後に単語の復習を行っていきます。はい、今回の登場人物は串元なんちゃって CA のピョンナツ、そして旅行初心者のオレーとカウンターで働くお姉さんです。それでは一緒に勉強していきましょう。 Let's study together。 本日のフレーズ、許可を求める May I と Can I という表現です。一体どのような違いがあるのでしょうか。 May I は目上の人や初対面の人の間柄で使います。それに対して Can I は家族や友人、親しい間柄で使います。しかしながら May I と Can I は場面によって使い分けることができます。例えば飛行機の中やフォーマルなレストランに行くと、店員さんがお客さんに May I をよく使います。しかしながらファーストフード店やカジュアルなレストランに行くと、店員さんがお客さんに Can I を使っていたりします。逆に May I で聞かれたらどのようにアンサーしたらいいのでしょうか。 May I sit in here?Of course, you can. May I の受け答えについて Yes の場合は Of course you can. Yes, certainly. Why not? Go ahead. などと回答することができます。No の場合の受け答えの仕方は I'm sorry you can't. I'm afraid not. I'd rather you didn't. とアンサーすることができます。さあ、2時間前集合。空港やっと着いたで。ほな、チェックインしましょうか。めっちゃ並んでるやん。間に合うかな。まあいいや、この辺並んどこう。ちゃんと受け答えできるかな。あ、なんか緊張してきたわ。ハロー。ハーイ。グッモーニング。ん、パスポート欲しいんかな。May I check in?May I have your passport, please? Here you are. 俺トイレ近いんやけど、あれ正規のこと聞いてくれへんのかな。なんて言えばいいんやろ。通路側確かアイルやったから。May I have an aisle seat, please? 先ほどの aisle seat、実はTOEICでもよく出てくるんです。さて、TOEIC ではどのように出てくるのでしょうか。一緒に例題を見て確認していきましょう。TOEIC のパート1、写真を見て A、B、C、D、4択の中から1問選ぶ問題です。A、A man is looking at the window. 窓は見ていませんね。B、A man is drinking a glass of water. グラスはあるけど、水は飲んでへん。C. A woman is sitting on the aisle seat. アイルシート。あ、座ってますね。どうやら C、ちょっと匂わせてますね。D. A woman is sitting on the table. テーブルにはさすがに座ってへんな。ってことで答えは C です。はい、TOEIC ではアイルシート。このように出てきます。はい、ここで一緒に覚えておくと便利なのが、Window seat です。Window seat は窓側の席。Aisle seat、通路側の席と一緒に覚えておきましょう。はい、ちょっと話が逸れてしまいましたが、もう一度例文に戻りましょう。Do you have a check-in bag? Check in bag って、あ、預け荷物あるかって聞いてんのかな。はい、ここで一緒に覚えておくと大変便利なのが、baggage。と、luggage。どちらも荷物という意味合いになるのですが、baggage の方はアメリカでよく使われる表現です。luggage はイギリスでよく使われます。Do you have a check-in bag? Yes, I do. Here you are. Do you have a transfer? Transfer は乗り換えという意味です。一緒に覚えておくと便利なのが、connection flight。こちらも乗り換えという意味合いです。もう一つよく出てくるのがトランジットです。transfer 乗り換えやな。Yes, I do. あるで。No, I don't.
ないで。Your gate is B1. Boarding time is at 9:30. Thank you. Have a good day. 挨拶は大事ということで一緒に覚えておきましょう。Have a good evening は午後に使います。Have a good night は夜に使います。はい、最後は単語のおさらいをしていきましょう。皆さんも声に出してください。Repeat after me. Check in, check in.I'll see, I'll see. Window see, window see. Baggage, baggage. Luggage, luggage. Transit, transit. Connection fly, connection fly. Transfer, transfer. Boarding time, boarding time. はい、最後まで見てくれてありがとうございました。Thank you for watching. それではまた次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.